皆さんこんにちは。私の動画の中でダンピングファクターという言葉がたびたび出てきます。ダンピングファクターでなぜ音が変わるのか、今回はこれを取り上げます。できるだけわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。ダンピングファクターを理解するためには、簡単な電気回路の動作を知っておく必要があります。これを最初にご説明します。これは電線の間に抵抗 RS を入れた回路図です。 V1 は入力、 V2 は出力です。電線の抵抗は0とします。 RS が1オームの時、 V1 に 1V の電圧をかけたら、 V2 はいくらになるでしょうか。答えは 1V です。 RS が4オームの時はどうでしょう。この場合も 1V です。この回路は RS の大きさに関係なく、 V1 と V2 が同じになります。次に行きます。電線の途中に抵抗 R0 が入りました。この場合、電圧 V1 が2つの抵抗で分圧されます。例えば R0 と RS が同じ時は半分ずつに分圧されますから、 1V の電圧をかけたら V2 は半分の 0.5V になります。つまり R0 が入るとかけた電圧が出口で減ってしまうというわけです。ちなみにこの回路の R0 はアンプの内部抵抗、 RS はスピーカーに相当する抵抗です。ダンピングファクターは内部抵抗とスピーカーの抵抗の比率です。アンプの内部抵抗というのは、パワー素子からアンプのスピーカー端子までの抵抗です。この中にはリレーやスピーカー端子の接触抵抗が含まれます。スピーカーの抵抗はインピーダンスと呼ばれます。インピーダンスというのは周波数によって変わる抵抗です。スピーカーのカタログを見ると、インピーダンス8オームとか6オームとか書いてありますが、実際のインピーダンスはこんな形になっています。かなりグニャグニャしてますね。これをグニャグニャインピーダンスと呼ぶことにします。このカーブにはコイルのインダクタンスや共振や逆起電力の影響が含まれています。R0 が大きい場合は、アンプの電圧はこのカーブで分圧されて出力されます。こちらの図がその様子です。これは実測したグラフです。この結果はぐにゃぐにゃカーブでイコライジングしたのと同じです。R0 が小さい場合は、アンプの電圧はぐにゃぐにゃカーブで分圧されずに出力されます。つまりイコライジングされません。ダンピングファクターはスピーカーの抵抗を R0 で割った値ですから、ぐにゃぐにゃインピーダンスの影響を抑える強さと言い換えることができます。ダンピングファクターが低いと、この抑える力が弱くなって、ぐにゃぐにゃカーブでイコライジングされた音になります。これがダンピングファクターで音が変わる原理です。アンプを変えると音が変わることがあります。他の部分は何も変えていないので、これがアンプの音だって思うかもしれませんが、そうではありません。この2つの図はスピーカーから出てくる音が変わっています。この2つの違いはダンピングファクターです。ダンピングファクターが低いと、ぐにゃぐにゃインピーダンスでイコライジングされて、その変化がそのまま音に現れます。ダンピングファクターはアンプで変わってきますから、もしアンプを変えて音が変わった場合は、ダンピングファクターの違いを聞いた可能性があります。ダンピングファクターで起こる音の変化はスピーカーに依存しますから、
アンプの音ではありません。アンプの音を正確に見ようと思ったら、いつもの動画のようにスピーカーをつながないで録音したものを観察する必要があります。スピーカーケーブルを変えると音が変わることがあります。他の部分は何も変えていないので、これがケーブルの音だって思うかもしれませんが、これも違います。先ほどの図にケーブルの抵抗を入れるとこんな形になります。1スケアのケーブルを3メートルも使うと、半導体アンプの R0 と同じくらいになります。この抵抗の影響は R0 と全く同じです。ケーブルを変えて音が変わった場合は、ダンピングファクターの影響だった可能性が高いです。この音の変化はスピーカーに依存しますから、ケーブルの音ではありません。ケーブルの音を正確に見ようと思ったら、スピーカーをつながないで録音したものを観察する必要があります。ダンピングファクターが大きければ、ぐにゃぐにゃインピーダンスの影響を受けません。実際いくつなら十分と言えるのでしょう。過去の文献の多くは10以上としています。データ上は10だとちょっと足りなくて、40あれば無視できます。10あればいいのか、40は必要なのか、実際の音を聞いて確かめてみましょう。駆動に使うアンプはヤマハ RX-V6A です。このアンプのダンピングファクターの実測値はこちら、ほぼ100です。負荷に使うスピーカーはクリプシュ R15M です。こちらはダンピングファクターを下げるために用意した抵抗です。これを順番に入れ替えてスピーカー端子の電圧を録音します。この抵抗を使って実験できるダンピングファクターは次の通りです。原音とダンピングファクターを下げた音を交互にお聞きいただきます。音の違いが聞き分けできた数字をご確認ください。それではどうぞ。
かがでしたでしょう。音の違いが聞き分けできた数字をお聞かせください。その手前が必要十分なダンピングファクターの目安になります。ちなみに今お聞きいただいた音の変化はこんな形でした。ダンピングファクターが10を超えるとプラスマイナス1デシベル以内に入りますから聞き分け困難です。40以上はほとんど変わらないと判断できます。最後に確認ですが、今お聞きいただいた音の変化は何だったでしょう。抵抗だけ変えたんだから抵抗の音の違いを聞いたって思う方は、もう一度最初からこの動画をご覧になってください。ダンピングファクターで音が変わることは昔から知られています。これは昭和43年に発行された本ですが、詳しく書かれています。こういうことはオーディオ雑誌では決して紹介されません。この機会にダンピングファクターと音の関係について理解を深めていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。